デジャビューを感じたことはありますか状況に見覚えのある感覚ですレストランの光景が覚えている通りだったり世界があなたの振り付けしたように踊りだすここで食事をしたことがないのであなたの過去の経験であるはずがありませんアサリを食べるのも初めてなのに何が起こっているのでしょう残念ながらデジャビューは解明されていません この経験は短く前触れもなく起こるので、科学者が記録し研究をするのは困難なのです。科学者だって座って起こるのを待っているわけにはいきません。何年かかるでしょう。この経験は目に見えないので、研究上、感覚や印象として語られます。確たる証拠がなく、長い間推測ばかりでした。エミール・ブアラックがデジャビュ、フランス語のすでに見たという語を取り入れると、 40以上もののの説がこの現象の解明を始めましたまた近年の神経頭像検査技術と認知心理学の進歩により可能性は絞られました最も優勢な3つの説を同じレストランの例で見てみましょうまず二重家庭理論です動きが必要なのでウェイターにお盆を落としてもらいますあなたの脳で処理される多くの情報ウェイターの腕が揺れ助けを呼ぶ彼の声パスタの香り ミリ秒以内にこの情報は回路を駆け巡り、一瞬のうちに処理されます。大抵すべては同時に記録されますが、この理論ではデジャビュは回路の一つに、少しのズレが生じたときに起こるといいます。情報到着のズレによって、後から届いた情報が脳内で別の出来事として処理されます。すでに記録された瞬間に重なって再生されると、まるで以前起こったように感じられます。それもそのはず。 次の理論は現時点の誤りではなく過去における混乱についてですホログラム理論をテーブルクロスを使って考えます眺めるうちに遠い記憶が脳の奥深くから出てきます記憶はホログラムのような形で保存されていてそこでは一つの断片で全体像を見るためあなたの脳はこのテーブルクロスを過去に見たおばあちゃんの家と同じだと感じた しかし脳はおばあちゃんの家で見た模様を思い出す代わりにあやふやな古い記憶を呼び出したのですつまり見覚えはあるのに思い出せない状態ですこのレストランに来たことがないのにテーブルクロスは見たと思うのはその記憶が認識できないからなのですこのフォークを見てください注意を払っていますか最後の理論は分割的注意です デジャビューは脳がある物事に気を取られている間に状況を潜在意識下で認識している時に起こります再認識した時にまるで以前に見たように感じるのです例えば今フォークに注意を払いテーブルクロスや転ぶウェイターを見ていませんでした脳は周辺視力で全てを記録していたのですがはっきりと意識していないため最終的にフォークから意識をそらすと前にも来たような感覚を覚えます これらの三つの説はデジャビューの共通する側面を語っていますが、この現象の決定的な要因ではありません。研究者や発明家がこの瞬間を捉える新しい方法を思いつくまでの間、自分自身で調査できます。デジャビューに関する研究のほとんどは経験した人の説明ですから、あなたのはどうでしょうか。今度デジャビューを経験したら考えてみてください。 何かに気を取られていましたか見覚えがありましたか脳の処理が遅れましたかそれとも違う原因でしょうかこれらのビデオで視野を広げてください。またチャンネル登録をお願いします。新しいことを学ぶチャンスです。